Hello everyone! My name is Harry Fujiwara and My name is Takashi Nakahara. Thank you. Today, we introduce you to how to make a global movie making story. ということでですね、実はですね、私どもCF ネッツの1グループ、志願者を集めてですね、今年から全編英語版のですね、YouTube 物件紹介動画を作ろうというプロジェクトを立ち上げたんですね。で、一応ですね、僕の方が、なんちゃってリーダーみたいな感じでですね、一応リーダーで、私を中心にですね、ワンルームチームリーダーの中原くん、そして今日はね、このビデオには出てないですけれども、今年からそのために、ご入社いただいたレドさんと、主にね、この3人で、そんなようなディスカッションをですね、いつもしてるんですよね。それで、実はですね、今回こんなことがあったんですよ。僕の方にですね、あるお客様からこうメールがピューッとこう届いてきましてですね、自分が今持っている物件を全編英語版 YouTube 物件紹介動画に仕上げてほしいと。で、それを仕上げてもらって、それを試作版をね、見せてもらって、それが気に入ったら、CF ネットさん2000人出すからと、こういう話が来たんですよね。でね、ワンルームだったもんですから、ワンルームチームリーダーのね、中原君の方に頼むということで丸投げしましてそれをね、作ってもらったと。でね、これがですね、このその完成版もね、皆さんに見ていただくんですけれども、その完成するまでにいろいろ多分ご苦労があったんじゃないかなというようなことで、そこら辺のね、裏話を今日はね、舞台裏を話して、話させていただくとともに、なんでこんな取り組みをしているかっていうようなね、その、ハイライト部分もね、ちょっとご紹介していきたいというふうに思ってるんですよね。裏話、はい、いい？結構苦労したんでしょ、はい、いや、もうだいぶ苦労してる。そういうことなんでね、それはちょっとね、楽しみにしていただければと思うんですが、まずはですね、その完成版の、そのビデオですね、全編英語版ですよ、全編英語版のそのプレゼンテーション、物件プレゼンテーションビデオですね、これをですね、まずは皆様に見ていただければと思うんですよね。じゃあ急出し一緒にいいですか、はい、ではですね、完成バージョンの全編英語バージョンの物件紹介ビデオ、再生よろしくお願いします。The nearest station is Hamacho Station in Minato City. This is one of very popular station in Tokyo. Okay, let's go. Hello everyone. I'm Ledo.I'm Takashi, Management Consultant of Real Estate in Japan. So today? Ledo, I will show you apartment in Tokyo. Ooh, is the apartment very close to here? Of course. Oh, that's very nice. Look at Tokyo Tower. Yay! And very nice park around. So let's go take a look.We just came from the park. Okay, what's the name of the building? It's Heights Shibadaemon. How many floors are the total of the building? 11 stories high. Ah, yes. Okay. So can we take a look right now? Let's go. Okay. Okay, we are just right in front of the building. So how many households in this?Apartment? 140 households. Okay.
So now we are at the emergency exit. It's very good maintenance, good condition. And the room is it's occupied right now, right? Someone yes. is living. Yes. Okay. So we cannot take a look inside, but how? What was the size of the room? Oh, 50.12 square meters. Ah, interesting. And which side the room is facing to? West side. Ah, yes. Let's go take a look. And let's view. And this way is the west side and? West and north side. Nice. Very nice. Excellent. Okay, Redo, how was the building? That was very excellent condition for the emergency step. Very clean and very well maintained. And the exit has a man for watching. It's very good. And how years old of the building? It's November 1980. They built? Yes, about 40 years. 40 years? And within 10 minutes. You can walk from the five different stations. And how much is the price? This price is here. All right, if anyone interested in, please contact us anytime. Yes. Please send us email as soon as possible, okay? Bye. Bye. はい、ご視聴いただきありがとうございました。いかがでしたか？これね、まあ、わずか、まあ、4、5分ぐらいのね、まあ、ショートムービーって言っていいかな。まあ、ロングではないですよね。ショートムービーって言ってもいいんですけれども、まあ、これを作るためにですね、結構苦労したんでしょ？はい。はい、で、まあ、その苦労話ね、今からね、中原君とディスカッションしていきたいんですけれども、はい、まず、なんでこの CF ネッツ、私どもがこんなことをやり始めたのか、このね、目的からね、僕の方でお話ししていきたいと思うんですけれども、今ね、このビデオの最後に、プライスですね、価格、ドル建てにしてるんですね、US ドル建てにしてるんですよ。で、11万5000ドルって、こう、ビエッとこうね、出てきて、その下の方にですね、小さく日本円で1500万円って、こう出てるんですね。このハイツ芝大門というのは1500万円で売却の依頼を私どもが、まあ、受けているということなんですね。で、この1500万円ってどうだろうね、今の相場で考えた場合、こう、まあ、高いのか、まあ、アベレージなのか、割安なのか、それどう？相場より若干高いかなっていう印象は受けます。うん、そうだよね。はい、まあ、今ね、ワンルーム、まあ、一棟ものもそうなんですけど、ワンルームの価格が特にね、都心部の中央区だとか港区だとかね、千代田区のワンルームバンバン値段が上がってるよね。はい、だからこの1500万円という金額自体、もうめちゃめちゃすった金だっていう印象はないんだけれども、このハイツ芝大門、もしくはその芝何丁目1丁目だったかな、その周辺の他のマンションと比較するとちょっと強気かなぐらいの価格かね。はい。うん、そうだよね。それはね、実はね、ウルエンさんも知ってるんですよ。ウルエンさんも知ってるんだけれども、あえてその金額でチャレンジしてくれっていうオファーを受けたということなんですね。で、ここでポイントとなるのは、ドル建てで表示をしているということなんですね。これは何かというと、円安なんですよ。円安効果を狙った、そのドル建て表示ということなんですね。これね、皆さん、電卓があったら計算してもらいたいんですけれども、1500万円というのが、まあ、円ですよね、日本円で1500万円、世界の投資家は、日本の不動産を買うことができるんですよ。1500万円 の日本円をバーンとこう売り主さんに出せば、別にそれがね、アメリカ人であろうが、イギリス人であろうが、オーストラリア人であろうが、中国人であろうが、まあ、全く関係ないわけですよね。1500万払ってくれりゃいいわけですからね、1500万バーンと。で、これが1ドル100円時代、1ドル100円だとドルに直すといくら？15万ドルだよね。はいはい、うん、いいですか。はい、1500万円、日本円の1500万円のハイツ芝大門1500万円が1ドル100円時代であれば、
分かりやすくじゃあアメリカ人としましょう。アメリカ人じゃなくてもいいんですけどもね、アメリカ人の人がその物件を買いたいと思えば15万ドルを円に買える必要があるよね、はい、自分が持ってる預貯金の15万ドル分を日本円の1500万に切り替えると、この、いわゆるエクスチェンジコストって言いますけれども、円ドル交換レート、交換のその手数料はちょっと置いといたとして、ね、単純計算で15万US ドルを円に、1ドル100円時代であれば円に交換すれば1500万円のお金が作れて、それでこの物件は買えると。で今1ドル130円ぐらいだよね、はい、もう130円突破して131円に行こうかどうしようかみたいな感じになってるでしょ、はい、ってことは130円で計算するとさっきのね、動画にありましたが11万5000ドルで済むわけですよ。要は15万ドル用意するはずだったね、ドル建てで15万ドル用意するはずだったものが11万5000ドルで同じ物件が買えるわけですよね。そうすると彼らから見るとですね、なんと 25% 引きぐらいな感じになってるんですよ。日本円では何も関係ないんでしょ。日本円では昨日も今日も明日も1500万円なんですよ。ところが彼らから見た場合に、ね、2、3年前は1ドル100円だったから15万ドル出さなきゃ買えなかったマンションが今や11万5000ドル2割5分引きで買えると、ね、わかるよね、はい、それを狙おうっていう作戦なんですよ。これね、別にアメリカ人じゃなくてもいいんですけれども、分かりやすく US ドル建てでね、表示をしております。まあやっぱりね、国際通貨の基軸通貨はまあドルですから、US ドルですからね、US ドルで表示をしようと。で、それを見た方が、中国人であろうが、あるいは香港人であろうが、シンガポール人であろうが、あるいはオーストラリア人であろうが、カナダ人であろうが、まあ見れば分かりますんでね。で全部、イングリッシュバージョンでやってますから、言わんとすることは伝わるということですよね。そこがね、今回の狙い目なんですよ。つまりは、皆様の中で、例えばじゃあ区分ワンルームを持ってて、一棟でもいいんですけどね、区分ワンルームを持っていて、ちょっと相場よりちょっとだけ気持ち高く売りたいなという方、作るんでしょ。はい、もう頑張って、はい、頑張って作るよね。全然作りますもん、うん、はい、でワンルームはですね、中原君が作ります、はい、でもし一棟のオファーをいただいた場合は僕が作ります。でビデオでもね、登場してたレドさんとこうね、チームを組んでですね、皆様がお持ちの物件を全編英語バージョンのその物件プレゼンテーション動画に仕上げます。ただしですね、そのためには条件がありまして、作成料は無料でいいんですけれども、私どもに専任媒介をいただくというのが条件になります。それであればですね、その売れた時の手数料で私どもの そのフィーはペイできますのでですね、そんな取り組みを始めましたということなんですね。ご興味ありませんか？あればですね、ぜひですね、僕の物件も作ってくれとオファーをいただければですね、早速プロジェクトチームを立ち上げますので、ぜひぜひ、応募をしていただければと思うのですが、まずはね、そこの部分は、ハイライト部分として、お話しさせていただいたとして、さてここからはですね、ちょっと砕け話で、そのさっきのね 4、5 分の動画を作ってもらったんだけど、何に苦労した？2つぐらいがやっぱあって、1つは東京 の魅力と不動産の魅力を伝えるったところで、まず紹介動画、まずどこを選ぼうかなと言ったところをまず迷いました。で、東京って言ったら何がいいかなと思ったところ、やっぱ浅草であったりとか、東京タワーとかいろいろあると思うんですけども、その中でやっぱ近くに東京タワーがあるってところ、結構芝だからね。そうなんです。芝だからそれこそ物件から東京タワーまで歩こうと思えば歩けるよね。はい、歩けるので、そこがやっぱ一番のやっぱ東京タワー知ってもらう機会かなと。まあそれはそうだね。はい、でってことは何、まず物件も紹介するんだけど、はい、その物件を紹介するのに、はい、なんかこう起爆剤になるような、はい、場所をどこにしようかという選定に苦労したってこと？はい、そうです。ああ、なるほどね。まずやっぱりYouTube とか発信したときに、やっぱ東京とかってやっぱ調べやすいと思うんですよ、やっぱ海外の方からしたら。そういったところもあって、やっぱ東京タワーかなと。なるほど。いったところで考えました。で、じゃあ、はい、ビデオにね、東京タワーみたいな感じでやったってことだね。はい、なるほど、なるほど。はい、要はプレゼンテーションしたいマンションを、はい、
飾りつけるために東京タワーを選ぼうと、はい、今はこういう話だね、はい、でもう一つはでもう一つが、まあ、当然ながらあの日本語でいつもあの紹介動画を出してるんですけどもそうだよね、そっから英語に変えるっていうところで、あの、まあ、変換機能あのないので、うん、もうどうやってあの言い回しとか、うん、あのゼロからスタートしたので、うんまあうんそこはやっぱどう言い換えるのがいいのかなとか分かりやすい、うんまあ、ネイティブの方に伝わるのかなってところはいろいろ考えました、うんうん、なるほどね、はい、これね全部自作自作ですあれレドさんに手伝ってもらってないのレドさんもあの一応アドバイスをいただいてなるほどね、はい、大元はもう基本的な分は自分で作って、はいはい、でこれでいいですかって、はい、レドさんにちょっとお伺いを立ててそうですでじゃあちょっとこうしようみたいなちょっと修正もあったのかなはいありましたあなるほどね、はい、うん、はい、たところが苦労しましたね、うん、2つで多分ですね、はい、あのまあねあの皆さんねあの日本語版の YouTube というかあの物件紹介動画はもう毎週見てるじゃないですか、ね、あの皆さんあの毎週その物件説明会こうエントリーしてればですね毎週もう嫌になるぐらいこうずっと見てますよねワンルーム動画も一棟動画もですねで我々プレゼンター側もですね日本語はもうやり慣れてるんですよね、やりたねてるから、まあ、大体こう自分の中に、ね、こうストーリー展開があってねこうですあれこうですあれですだからこれですみたいなあるんですけどこれね英語に切り替えるとなるとねなかなかね今お話ししたようにね難しいは難しいですよねで、まあ、こういうふうに言おうかなって文章を考えるじゃないですかで問題はその通りに発音できないっていう問題があるよ ね、はい、あるでしょありますあのだからそのこう、はいね、文章は書けるわ、ねはいこう言おうと思ってさあのこうだこうだこうだってまあね 4,5 行のまあもうちょっと長かったかもしれないけどこうね文章をこう書いて、はい、じゃあそれを言おうと、はい、ただこれをねその用紙をこう見ながら、うん、なんかね言うわけにいかないでしょ、はい、そうするとねこれ全部暗記しなくちゃいけないわけですよねでまず暗記をするっていうのがやっぱハードル、そうですね。まあ一つハードルあるよね。ありますね。あるよね。あります。でその上で、暗記したはずの文章が出てこないってことない？うん、あります。あるよね。はい、それとあと発音の問題がありますよね。うん、やっぱりこれは遊びでやってるわけじゃなくてですね、本当にそのいわゆる全世界の人で、まあいわゆる英語圏の人たちにまあ英語が分かる人って言ってもいいかもしれないですね。英語圏じゃなくてもいいんですけど、例えば中国人の富裕層の方は、まあ、ほぼ全員英語は話せますんでね。まあ、アジア系のね、シンガポールもそうだし、香港なんかはもともとね、イギリス領だったから当然英語通じますよね。そういうその英語が通じる、まあ、富裕層に対して、どんとこうアピールするためには、そもそも発音が通じなくちゃいけないっていうことでね、はい、発音の苦労もあるよね。ありますね。なんか難しかった単語ってある？発音でこう滑って、何回もつっかえたとかって何かある？ああ、ハイツシバダイモンって名前自体がなかなか英語でないので。なるほどね、はい、どこがアクセントなんだろうって思いながら、はい、他はそうですね、まあ、長い文章とかなった時にどこにアクセントを持っていこうってところも迷いました。あ、はい、なるほどね、はい、でこれ今回ね、はい、4,5 分の動画に、まあ、仕上げてるんだけど、はい、あれで何回ぐらいテイクを取ったの？何十テイクって感じ？浜松町の駅の中でも10回ぐらいやりました、うん、10回やった、はいはい、やりました。なるほど。でやっぱ人も行き来するところなので、ね、何この人みたいな感じで見られました、はい、そうだよね、はい、でもそれはもう日本語版で慣れてない、はい、慣れてますもん。駅前でなんか喋るとか、はい、別にどってことないよね。そうですね、日本語だったらいいんですけど、英語、この人英語外人みたいな感じで見られたりするので。なるほどね、はい、うん、そこもちょっと僕らですね、こうプレゼンテーションを毎週のようにやってるじゃないですか。で現地下見動画なんかも作らなくちゃいけないんで、まあ、あっちゃこっちゃでその公共の面前でもうでっかい声を張り上げてプレゼンテーションするっていうのはもう日常茶飯事になってますから、まあ、日本語で話すのはもうどってことないよね。ないですね。ないよね。問題はね、英語なんですよ。本当に。うん、僕もそうなんですけどもね。やっぱりね、日本語でこう考えた文章をまずは英語に変更しますよね。で、まあ、こんな感じで言おうかなと。まあ、そこまではある程度できると。で、まあ、レドさんみたいにね、ペラペラ喋れる人にこうちょっと添削してもらって、あ、じゃあこれでいこうと。それはいいんですけど、問題はそれを頭の中に全部インプットして流暢に話せるかと、ここが関門だよね。難しいですね。関門だよね、はい、で僕もやっぱりそう思いますよ。
そこそこね、日常会話話せる方ではあるんですけれども、それでもね、やっぱりね、撮影してからやれって言われるとなかなかね難しかったりするんですけれども、これもね僕はね場数だと思う。はい。うん。場数を踏んでいけばね、きれいにこう流れるようにね、はい、話せるようになると思うので、そんな取り組みをしているということなんですよね。で、ちょっとね、この世の中、マクロ的に見るとですね、まだちょっとしばらく円安傾向が続くのかなと。うん、今ね、130円界隈をちょっとうろちょろしてますけれどもね、これが131円になり、2円になりっていうことになると、ますますそのいわゆる、海外勢から見れば日本の不動産、特に東京の不動産というのは相対的に買いやすくなってくるんですよ。これね、倉橋会長なんかもよく言ってますけど、購買力平価っていう言い方ね、つまりは日本円の1500万は何にも変わってないんだけれども、要はドルがどんどん強くなってくる。ドルじゃなくてもいいんですけどね、いわゆる外国通貨がどんどん強くなってくる。そうすると相対的に日本の不動産でも何でも買いやすくなってきますよね。昔ね、爆買いなんていうね言葉がありましたけど、まさにね、これから日本不動産の爆買い、これがね、夜明け間近まで来てるんじゃないかなっていうのがこのプロジェクトの目的なんですよね。で、皆様すでにね、ワンルームにしても一棟アパートにしても一棟マンションにしても、随分前から持ってるよという方、これ、オール英語バージョンの物件紹介動画を我々に発注していただいて、我々はそれを受注して、それで制作はただです。制作ただですよ。すごいでしょ。すごいただだもんね、はい。お金もらってないよね。なかなかないですね。もらってない。で、これ皆さん売却されたご経験がある方は分かると思うんですが、例えばじゃあそれ作って3ヶ月とか半年ずっと売り出して、売れなくてやっぱり売るのやめたって言えば払わなくていいんですよ。こんなラッキーなことないと思いませんか。制作費ただなんですよ。で、売れればね、仲介手数料、正規仲介手数料をお払いいただくのが決まりになってますけど、半年なら半年やって売れなくてやめたって言ってペナルティないんですよ。こんな都合のいいことないと思いませんかね。ないですね、本当に。逆に作ってる方大損だよね。手間暇かけてお金もらえないんだからね。僕ボランティア好きなので、ね、そうだよね、はいはい、というようなことで、これね、実はですね、CF ネッツ、パートアルバイト全部含めると150人ぐらいのメンバーいるんですけど、これができるのはですね、僕と永原君だけなんですよ、今のところですね。ですから、試しに、じゃあね、僕の不動産も頼む、英語バージョンを作ってくれと、私の不動産も頼む、英語バージョンを作ってくれというオファーをいただければですね、ちょっと頑張りますんでですね。はい、頑張りますんで、ちょっとね、たどたどしい英語だったり、あるいはちょっと発音がいまいちだったりするかもしれないけど、それらの、お金をいただかないということでですね、ご勘弁いただいて、ただそれでですね、決まった場合は、正規定数料を申し受けますが、それはもうどこの会社でも一緒ですから、ね、これね、他の会社探してみてください。大手、住宅流通不動産であろうが、どこであろうが、このサービスやってんのね、まずないと思いますよ。うん、なもんですから、ぜひですね、この機会に、皆様が持ってるそのワンルームであったり一棟アパマンであったり、ちょっと相場より強気で出したら、ひょっとしたら海外勢が買ってくれるかもしれない、じゃあダメ元でやってみようかなっていうことでもいいので、お任せ、いただいてはいかがでしょうかね、そういうような、お話なんですね。それで、最後にですね、実はですね、CF ネッツ倉橋貴之チャンネル、これね、皆さんご存知のチャンネル、そして CF ネッツセミナーチャンネル、これもね、ご存知のチャンネルなんですけど、そこにですね、この海外っていうか、その英語版、オール英語バージョンの動画のチャンネルっていうのは実はね、あるんですよ。皆さん知らないかもしれないけど、あるんですね。で、それをね、最後にちょっとご紹介したいと思うんですね。はい、これね、はい、これね、Let's Invest in Tokyo Real Estate っていうね、名前をつけたね、これの、私どもの CF ネットの公式、全編英語版バージョンの、YouTube チャンネルですね。これね、立ち上げてるんですよ。で、これまだね、どこにも宣伝していないんで、こちらね、チャンネル登録者がまだね、8人ぐらいなんですよ。
まあ、8人ぐらいでね、本当にね、なんかこうよちよち歩きなんですけれども、あのさっきのね、あの葉一柴大門の動画もね、実はここで見れるんですよ。でね、ここをね、皆様ぜひですね、このチャンネル登録にご協力いただきたいんですよね、はい、チャンネル登録、それでこれ、このね、QR コードをずっと今ね、出しておきますんでね、この QR コードを、iPhone かなんかで、ピュッとこう、はい、まずは読み取ってください、ピュッと。そうするとね、読み取っていただいて、こう、ね、押すと、もうそのままここのね、このチャンネルに飛びますんで、で、飛んだらですね、ここね、これ、これね、僕のコンピューターで作ってるんで、僕はもうチャンネル登録してるから、これ、赤く表示されないんですけれども、皆さんはね、ここね、赤く表示されるはずなんですね。ここに、チャンネル登録ってね、赤いボタンが出てくるはずですので、それを迷わず、こう、カチッとクリックしていただいてですね、この CF ネッツ第3の、その、いわゆる YouTube チャンネルですね、これのご視聴者になっていただいて、いずれはですね、このチャンネルに、あなたの物件をデビューさせてはいかがでしょうかというような、募集の、まあ、動画をお届けさせていただきました。はい、で、じゃあ最後に中原君の方でちょっと皆様に向けて、はい、このハイツ芝大門をね、まあ、作っていただいた、まあ、苦労だとか経験だとか今後こうしていきたいだとかなんかね、ちょっと一言言ってくれませんか。日本語でいいので。はい、ありがとうございます。はい、まあ、今回あのハイツ芝大門を預かったということで、うん、あの今後やっぱあの英語事業部をやっぱ拡大させていきたいといったところはありますので。日本語なのにつっかえてるね。はい、ちょっとあの英語の方にやっぱシフトしていってるのかな、ネイティブの方になっているかなといったところはあるんですけども、やっぱあの英語文章を作るのは結構僕は好きで、うん、あのまあ勉強もしたいというやっぱ学びたい気持ちもやっぱ強いので、まあ、あの依頼を預かったらあの僕もあの勉強になりますし、まあ、そういったところではあの、まあ、クオリティを上げていってですね、うん、さらにあの海外もあの視野に入れたあの取引はさせていただきたいと思っておりますので、まあ、ぜひあの売りたいという方がいらっしゃいましたら、あのいただければと、依頼いただければと思います。で、あの間違ってもあの反響報告はあの英語じゃなくて日本語ですので、その点、はい、ご安心ください。そうだね、はい、いや、そこまで英語だときついよね。きついよ、ちょっとこっち側がきついよね。ね、あのうちのお客様は結構ね、はい、あのステータスの高いお客さんも多いからね、はい、英語でもいいよって言われるかもしれないけど、いや、ごめんなさい、勘弁してくださいと。報告ね、はい、あの業務報告は日本語でお願いしますっていう感じだかな、はい、今のところはね。はい、まあ、そんなような形でですね、はい、実はその CF ネットの社内でですね、あのこの、あの全編英語版 の、 あの動画を作ろうというような形でね、あのこうちょっとよちよちありきだけどね、やってるんですよね。で、実際にですね、会員の方から、僕の物件、やってくれっていうことでね、こういう受注を受けさせていただいたという成果もありましてね。で、まあこれがね、また決まったら決まったでですね、どういう経緯で決まったのかなんていうのもね、今後あのご報告させていただきたいとは思ってるんですけれども、こんなあのサービスをね、始めましたということでね、今日は、そこら辺の、まあ、宣伝とおよびですね、皆様のその不動産、はい、ワンルームでも一棟アパマンでもいいですから、僕の物件も私の物件も試しに英語バージョンの物件紹介動画を作ってくれというご希望があればですね、ぜひお問い合わせいただければと思います。はい、以上でいいかな。はい、 OK。 Today、it's all for today. So、the next time、if you're interested in、this management、of a real estate、presentation、please call us. Okay, see you next time. See you next time.